というわけで緊急で動画回してるんですけど、何が緊急かっていうとですね、今、公式生放送ウィークエンド IF が終わった後で、まあ飯食った後なんですよ。23時54分ということで、まあちょっとね夜遅く、俺が住んでるとこだとあまり大きい声が出せないんで、ちょっと静かな人気のないところに、まあ、出かけては来てるんで、そこで動画撮ってはいるんですけど、まあ、ちょっと外の音とか、なんかちょっと車の音とか入ったらすみません。まあ、何が緊急かっていうと、この公式生放送が終わったばっかりなんで、これがね、そうですね、アインクラッド攻略日記念ということで、日付的に今動画撮ってるのが11月6日なんですけど、あと5分で、11月7日になると。で、この日がね、アインクラッド攻略日記念ということで、ログインボーナス、毎日250アルカナジェムもらえて、合計で、1750ジェムもらえることになると。で、まあ、こういうね、おじさん狩りみたいなのをやったりとか、まあ、いろいろね、イベントが来るんですけど、そうですね、スカルリッパーで、メモリア小石賞も入手可能とか、ドロー率アップとかもね、いろいろあるんですけど、なんといっても、攻略日記念ということで、無料オーダーが来るんですよね。これ何これ、無料オーダーが来るんで、11月7日の午後、2時55分から、キリと星4確定の1回無料オーダーが来ると。今だけなんですよね、この攻略日、2024年の11月7日ってアインクラッドが攻略された日付っていう設定らしいですけどね。まあリアルだとナーブギアだのなんだのとか出てすらないんですけど、まあこういうのが来ると。で11月8日には、24時間限定でクラインのオーダー、9日にアルゴ、10日で、エギル、11日アスナ、12リズ、13日シリカと。で、11月7日には鑑定無料も来て、しかも1000ジェムプレゼントと、盛りだくさんですね、もらえるものが。マジでね、今だけ。で、11月7日に、攻略記念の日ですね。スターバーストストリームが出ると。しかも、二刀流のスキルのはずなのに、片手直剣が出るということで、どういうモーションか気になるんですけど、まあ、それはさておき、それはさておきっていうか、まあ、これでまあ、リセマラするのも面白いかもしれないですね。1250ジェムもらえるんで、まあこのステップ1でね、引きまくってこのね、生死をかけた人をキリとってはスターバーストストリームらしいんで、これをね狙っていくのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。片手直剣で二刀流のモーションってどうなるのかなっていうのがすごい気になってますね。で、ちょっと前にリセマラについて、動画を出したと思うんですけど、リセマラしなくていいみたいな言ったんですけど、まあこういう、星4のキャラ確定オーダーで、まあその日限りではあるんですけど、その日に、1250GM じゃねえ、無料オーダーね、引くことができるんで、で、引きつつ、さらにこの7周年までつなげ、1000GMプレゼントで同時に他の、ステップ1も引いていくと。で、同時にね、それらのリセマラができるということで、まあやってもいいし、まあ正直リセマラに関してはやってもいいし、やんなくてもやりたい人はやればっていう感じなんですけど、こういう感じで、まあ星4確定の無料のオーダーが来たら、まあリセマラチャンスかなと。まあこれからね、リセマラしようとしている人はこの期間にね、やっておくといいと思います。ただやんなくても別に、まあいいなっていう気はしますね。まあそんなリセマラとかね、時間かけてる暇あったら、どんどんストーリー進めてジェム貯めて、オーダーね、確定枠まで引いたりとか、まあこういうね、本当に始めたてだと、まあ福袋オーダーこういうやつもね、まあいいかもしんないですね。ということで、まあこういうやつね、無料オーダーが来るんで、まあ正直、この1日でリセマラ終わらせられなかったら、もうリセマラなんか諦めてた、もう何でもいいんで始めて、
この無料オーダーをね全部ね引くっていうのをやった方がいい。マジでね1日で終わんなかったらすぐ諦めてください。もうリセマラもうその方がいいぜ。全部引け、1回でもねあの無料この星4確定無料ね引けなくなったらちょっとねもったい、ちょっとていうかすごくもったいないんで、あとこの鑑定無料も来るしな。なので本当にね始め、今のうちに、ね、始めた方がいいです。始めるなら今、あとはね復刻開催のイベントとか来て、まあ、これもねやっぱ早めに始めておけば、まあ、ジェムが取れたりとかするんで、マザーズロザリオの、イベントがあるみたいなんで、なんかどういうイベントか忘れたけど、確かなんかシナリオあのストーリーはちょっと覚えてるんですよね。なんかまあ原作アニメ原作みたいに、まあ、SAO はインクラッドじゃなかったんですけど、勇気が出たのはね、その時みたいにまあ一人一人なんか強い人をね、1対1で戦って、まあなんか強い人探すみたいなのがあったじゃないですか。ああいうのをやるようなストーリーだった気がします。あとは、7周年カウントダウン リポストキャンペーンとかいろいろね、まああったり、あとはねスクワットジャンブルっていうやつの、オーダーあれですよね、その対戦型のイベントなんですけど、第2回が来るんですけど、それに伴って、まあ、新しいオーダーも出ると、まあ、いろいろね情報が出たんで、ちょっと特にそうですね、11月7日にいろいろが来るので、早めにちょっとお伝えしたいなと思って、今やんないともう正直意味ないじゃないですか。だから、動画にしてみました。まあ、ちょっと公式生放送のこのクイズさやばかったね。まあ、これはねこれは予習してたんですけど、まあちょっとこのあたりがね、ゲーム起動してたんだけどちょっとね遅かったね。まあこういうやつはね、もうストーリーはもう予習、普通にもう何回も読んで覚え込んでおかないといけないのかなと思いました。あとこういう、あセネドラさんねこれなんだっけ、なんの SJ だっけ、なんで SJ だか忘れた。なんかで SJ って略せるやつだった気がします。まあ、とにかく、無料オーダーがねすごくいいのと、まあ、ジェムももらえるし、まあ、すごくいいし、でこのおじさんの真剣勝負来るしっていうので、今ねすごくいいっていうのをお伝えしましたこれさ攻撃球で花火上がるとかなんかなんていうの、一番最後のさ、そうでさ、結構さ、荘厳っていうの、なんかさ、威厳あるような、なんていうの結構さ、なんていうの、あんまりこういうさ、お祭りみたいに花火上がるような雰囲気だとは思ってなかったから、ちょっと面白いですね。まあ、とにかく、今ね、始めた方がいいって話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。